2K ニュースです。新潟東警察署によると、23日0時47分ごろ、新潟市東区公園1丁目地内の市道上で、アルバイトの19歳女性が運転する軽自動車が会社員の40歳代男性と衝突する事故が発生しました。男性は腸の破裂などで重体とのことです。事故現場は住宅街の中を通る狭い道で、また交差点の付近。男性は事故当時飲酒をして路上で倒れ込んでいたとみられます。新潟東警察署によると、軽自動車を運転していた女性は付近の交差点を曲がった直後だったこともあり、男性が路上で寝ていたことに気づかなかったと話しているといいます。警察では今後事故原因など詳しく捜査を進めていくとのことです。 2K ニュースでした。